どうも、毎日情報ブログ投稿系男子の TJ です。今日はっていうか、まあ昨日の日曜日の話なんですけど、嫁の実家に行ってまいりました。何をしに行ったかというと、薄引きという作業をしに行ったんですね。まあ農家の方ならご存知だと思いますが、薄引きというのは収穫したお米を白米にするまでの手順の一つなんですね。まあそれだけじゃ分かりづらいと思うので、順を追って説明していきましょうか。まず1、お米を買ってくる。おしまいではないんですね。ではどうするのか。はい、まず稲を刈ります。続いてこの刈った稲からこの茎や葉っぱがついている部分とお米の粒の部分を分けます。と、ここまではなんとなくイメージしやすいんですが、次からちょっとややこしくなるんで、分かりやすく説明していきます。はい、ということで僕の顔が米粒だと思ってください。今この状態はですね、先ほど茎や葉っぱと米粒を分けた後の米粒だと思ってください。ちなみにこの状態ではまだ食べることはできません。そして次にするのは乾燥です。そして次にする作業が今日初めに言っていた薄引きという作業です。薄引きとは何かというとですね、米粒にかぶっている第一段階の殻を取ることを薄引きというんですね。ちなみにこの第一段階の殻のことをもみと言います。あ、ごめんなさい、ちょっと手が勝手に。では早速僕も薄引きをしてもみ殻を取りたいと思います。はい、この状態が皆さんご存知の玄米ですね。そして皆さんもご存知の通り、玄米になると食べることができるんですね。さらにこの状態で食べるとすごく栄養素が高いということで知られております。さあ、そして次のステップです。玄米にはまだぬかという薄皮があるんですね。このぬかを取って白米にすることを精米と言います。精米は精米機を使ってするんですけど、多分皆さんも見たことがあると思うんですけど、田んぼの横とかにね、自動販売機型の形の、精米機がよくあるんですけど、それを使って精米をします。それでは僕も精米機にかけてもらって、白米にレベルアップしたいと思います。ということで僕も立派な白米になることができました。お母さんありがとう。と、ここで注目してもらいたいのがここなんですね。見てもらったら分かる通り欠けてるんですよね。ここには胚芽というものがあったんです。この胚芽、精米機にかけて完璧な白米にしてしまうとぬかと一緒に取れてしまうんですね。しかしここにはかなり高い栄養素があるので、すごくもったいないことをしてしまってるんですね。でも人間はすごいもので、ここの胚芽を残した胚芽米というものが売られてるんですね。この胚芽米を食べるとすごく栄養素の高いままのお米を食べることができる商品があるっていうことをね、皆さんに最後ちょっとしたうんちくんとしてね、お伝えして終わりたいと思います。どうだったでしょうか。わかりやすかったですか。気持ち悪かったですか。ドン引きしましたか。どちらでも結構です。これが TJ という YouTuber なんです。といったところで今日はこの辺にしときたいと思います。それではまた会う日まで。嫁の腹巻きでした。